こんにちは、翔太です。今回なんですけど、新しく来た MR アバターの猛角見ていこうかなと思います。全然関係ないんですけど、関係ないことはないか、あれですね、一朝一夕第一祭りでしたね今回。まあ、なんでまあもう初回2倍ですね、購入された方とかもいらっしゃるかなというふうに思いますので、そういった方はですね行ってしまってもいいかなというふうに思います。それではですね、猛角見ていきましょうか。こちらのキャラクターなんですけど、まず奥義ですね、猛角と白卓と宗神の UR 戦アバターですね。で、体力と防御力レベル ×20 と。で、猛角、猛眼、周体の UR アバー、紅葉の UR アバーで HP3%、根基値レベル ×20 と。まあ、どちらも HP に関する奥義になっているので優秀っちゃ優秀なんですけど、まあ、無理に開くようなものではないかなと思います。まあ、上の奥義は比較的開きやすいかなというふうには感じましたね。それではですね、まず専属武器見ていこうと思います。 MR 武器が防御力レベル ×240、 攻撃力 20%、 HP 吸収 16% と、まあ、ちょっと多分短距離なんで HP 吸収は死んでるかもしれないんですけど、まあ防御力上がるのはいいかなと思います。まあ、タンクとして使うなら取っておいた方がいい武器かなというふうに思いますね。UR 戦武器が、防御力レベル ×200、 攻撃力 18%、 HP 吸収 14% となっておりますよと。それではですね、まだ私何も見ていないんですけど、スキルとか見ていこうかなと思います。まず連携スキルはないんで、ちょっとこの時点で孫権に劣ってるんじゃないかなっていう不安はありますけど、見ていきますか。まずパッシブが、やっぱそうなりますよね。 HP70% と根基値レベル ×380 というところで、まあ、根基値が結構高いんで、まあ、逆にタンクなんで案外ありかもしれないですね。まあ、敵のクリティカルがあまり来にくい、まあ、根基値で下げられる分だけですけど、多少来にくいのかなと思います。まあ、HP も 70% というところで、非常に優秀です。で、次が攻撃力 60%、 HP 吸収 20% と、まあ、ちょっと孫権との大きな違いはこの部分になってくるのかなというふうに思います。攻撃力が上がるんで、まあ、孫権はもう全て HP に特化しているっていうところがあって、こちらのキャラは、攻撃力が上がっちゃうっていうところが、まあ、逆にデメリット、まあ、HP が低くなるデメリットになっているっていうところはあるんですけど、まあ、ただどっかに皮肉ですね、整合が、ついていると思いますので、あれによってですね HP の2倍まで敵の攻撃を、上限勝っていれば、HP を2倍にした上で、勝って HP 勝負勝っていれば攻撃引き寄せることができるものになりますので、まあ、孫権より、引き寄せられる範囲は広いんじゃないかなというふうには思いました。で、HP 吸収も 20% 上がると。まあ、なんで HP 吸収を上げ、ちょっとどうなるんだろうな。HP の無視、ないよな。攻撃力と筋力ダメだもんな。ちょっと、まあ HP 吸収はあって損は最近だとないんですけど、ちょっと不思議な感じはしますね。で、自身筋力値の2倍分、敏捷ダメージをカットと。で、次が体力レベル ×460、筋力値レベル ×200 と。まあ、いいと思います。多分攻撃する系ではないと思うので、体力値が上がる方がいいかなと思います。460非常に大きいですね。普通360、高いキャラで360なんで非常に優秀かなと思いました。で、7覚醒ですね。というところで、まあ、MR アバターのキャラクターとなりますので、一番下にですね、最後のパッシブのところに特殊なものが追加されるというところで、このキャラを取る場合は、フル覚醒、まあ、神髄体200個使わないといけないというところが、まあ、ちょっとネガ、まあ、そうですね、マイナスポイントではあるかなと思います。出陣時6ターンの間、列陣になるというところで、何やったっけ、これ。受けるダメージと回心率と回避率が減少、関心攻撃される確率も減少するというふうなものになっています。まあ、ちょっとデメリットはあるんですけど、攻撃を受けることに特化するような感じになっていますね。まあ、レオニダスと一緒かなと思います。で、ダメージをまずこれで 50% カット、まあ、常時か、まあ、6ターンしかないですけど、まあ常時していくっていう風な感じですね。で、回心率と回避率が 25% 減少するんで、まあ、ちょっと回心率の部分ですね、スキルどうなってるか分かんないですけど、このキャラクターの攻撃時はクリティカル出にくいと思ってもらった方がいいと思います。で、回避率も下がるんで、基本的に攻撃は受けて、耐えていくような、立ち回りになります。で、回心攻撃される確率も 25% 減少するんで、まあ、敵からのクリティカルですね、確定以外はもらいにくくなるかなというふうに思います。で、
劣人の間はですね、自身の生後状態は HP 上限が自身の、自身より低い敵に解除されないと。皮肉はですね、HP の2倍分た、を使って立ち回れたんですけど、ここはですね、まあ、その HP で勝負していかないといけないかなと思いますので、ちょっと残念なポイントかなと思いましたけど、まあ、ちゃんとですね、最近のタンクの中で流行っている HP 勝負で勝っていれば、敵から生後解除されないっていうのはですね、持っているので、まあ、かなり使いやすいタンクキャラなのかなと今のところは思っています。で、自身の HP 上限の 10% を上回るダメージを受けるたびに自身の異常状態を1つ解除して 10% の HP を回復と、めちゃめちゃいいじゃないですか。まあ異常状態にはなるキャラかなと思います。状態上耐性とかないので、まあなのでちょっと解除できない系が来ると困っちゃうところはあるかなと思うんですけど、非常にですね、回復していくことで非常に使いやすいタンクキャラだなというふうには思いました。で、攻撃を受けたら劣人のタンスもプラス2されるんで、まあ、劣人が切れるっていうのは心配しなくていいかなというふうに思います。で、毎ターン行動前、自身が劣人の場合は2ターンの間花言葉聖護と抵抗聖護になると。で、花言葉聖護がですね、まあ、あ、そっか、これで、あ、しかも2ターン入れるんか、一応これでですね、聖護解除されないので、2回分、異常状態を無効化することができるっていうところで、めっちゃいいやん。あ、めちゃめちゃ強いな、そう考えると。無効化なんで、まあ、状態上耐性 200-300% ぐらいあると思ってもらってもいいかなと思うので、あ、異常状態いいですね、このキャラクター。なかなか異常状態になりにくいかなと思います。2ターンなんでね、レオニアス1ターンだったと思うんで。で、抵抗聖護ですね、これが非範囲攻撃のダメージカットをするものになるんですけど、非範囲攻撃のダメージが 50% カットされるっていうところで、このキャラクターですね、皮肉聖護によって範囲攻撃以外すべて引き寄せちゃうキャラクターになっているので、まあ、その引き寄せた攻撃がさらに 50% カットと、なるので、まあ、75% ダメージカットか、でも、ちょっとこれだけだと低いような気がしますね。まあ、まだあるのかどうかっていうのは、ここから見ていこうかなと思います。さらに体力値が最も低い味方に目を夢中にさせるっていうのはちょっと面白いですね。まあ、軽眼状態のを持つキャラクターっていうのも結構増えてきているとは思うんですけど、無条件で毎ターンの間、2ターンか、2ターン夢中にするっていうところで、まあ、かなり夢中ばらまきやすいのかなというふうに思います。まあ、ただ夢中って、どうなんやろっていうのは、結局範囲攻撃以外このキャラクターが引き寄せちゃうんで、夢中って結局範囲攻撃受けちゃうんで、なんかあんまり意味ないなっていうふうには思いましたけど、保険ですか？うん、ちょっとよくわかんないな、夢中に関しては。で、自身が致命傷を受けた時、劣人状態のターンを一旦使って、致命ダメージを無視、自身の異常状態を全て解除して、60% か、ちょっと低めですね、HP を回復すると。で、4ターン内で花言葉聖護と抵抗聖護と援護聖護、援護聖護追加された。というところで、めちゃめちゃ今日一気になんか、だから致命ダメージの復活してからが勝負って感じかな。まあ、非範囲攻撃のダメージは 50% カットして、援護聖護でさらに、ベースのダメージカットもまた 50% 追加されると。なので範囲攻撃に関しては75% なんで 87.5% か、ダメージカットになって、範囲攻撃に関しては 75% ダメージカットが、まあ、割とデフォルトなのかなというふうに思います。まあ、孫権はですね、援護とかのターン数がどんどん伸びていくっていうところで、強力だったっていうところは正直あるんですけど、まあ、このキャラクターも別に復活、致命ダメージ無視の復活をするたびに4ターン貼れるんで、まあ、あまり気にはならないかなというふうには思います。で、ダメージ反射が 120% 増加、また来たよ、反射爆弾ですね、相変わらず。で、命中されたとき 50% の確率1ターンの間、攻撃者をなんて書いてたっけ、いつも流血罪悪にすると。この効果は3回まで発動可能、筋力値の3倍分攻撃力ダメージをカットと。孫権の方が強そうな感じはしますけど、どうなのかな。まあちょっとスキル見ていきましょうか。それではですね、スキル見ていきます。なんかどっちも筋力ダメと攻撃力ダメあって面白いな。それではスキル1見ていきます。敵4名に 800% の物理ダメージと筋力値の16倍、最大攻撃力の 100%、 なんか結構なダメージ与えるな、与えますよと。で、さらに最大攻撃力が最も高い敵を6回追加攻撃する。なんか結構攻撃的やな。で、毎回攻撃前 100% の確率で4ターンの間敵を束縛罪悪にするんか。まあ、ただ
あ、状態状態虫あるわ。余ダメージを 35% 減少、ダメージを 25%、増加させると。で、回心率を 25% 減少。で、自身の筋力値が敵より高い場合、敵の状態状態数を 100% 虫。あ、これはちょっと無理やな。武将相手には無理ですね、まず。レベルかける200しかないんで、なんならちょっと格上の方の弓章とか防止にも筋力負けちゃうんじゃないかなというふうに思います。大げさとかで結構負けちゃったりとかする可能性はあるので。まあ、ちょっとこの束縛はまあおまけ程度に考えた方がいいかなと思いますね。まあ、同格であれば弓章であったり帽子には付与できるかなと思いますので、まあ別にあって損はないかなと思います。で、すべての攻撃後、4ターンの間、味方6名を、途直やっけ、聖護にして筋力値の2倍分筋力ダメージをカット。で、自身が皮肉聖護と、援護聖護。あ、これ無条件で4ターン入れるんですね。これがどんなもんなんや。あ、物理と法術防御力 50% アップか。結構上がりますね。で、自身の HP 上限の2倍以下のキャラクターの攻撃で、集中攻撃を含む全ての攻撃を、範囲攻撃以外全ての攻撃を自分に引き寄せるというところでめちゃめちゃ強い。で、援護聖護もスキル1打った瞬間入れるんで、まあ、基本援護聖護は維持され続けるんじゃないかなと思います。で、ダメージ 50% カットのダメージ反射 120% の、命中された時 50% の確率でいったので、あ、やっぱ攻撃者って書いてたけど適応やんな。流血大学にさせると、まあ悪くないかなと思いますけど、こんなにアタッカー性能が必要だったかっていうのは謎です。次が、スキル2ですけど、自身と、おっ、ちょっと待って、自身と残り HP パーセンテージが最も低い味方に自身 HP 上限の 70% の HP を回復。これは強いな。普通に強いな。へえ、70% も回復するの、スキルに打つだけで。へえ、し、味方もっていうのがいいですよね。まあ、最も低い味方1名ではありますけど。まあ、ただ、せっかくなら溢れた分、血清とかにしてほしかったなとは思います。毎回回復前、味方の異常状態を2つ解除して4ターンの間、あ、信用聖護にもするんや。何やったっけ、信用聖護って。あ、状態状態性が増えるのと、毎ターン行動前自身の異常状態を1つ解除。おーが4ターン付与されると。で、まあこれ自分に付与するんで、あ、なるほど。なんか結構状態状態性目立ってるな。状態異常に対して。このキャラクターが状態異常になることは結構少ないんじゃないかなというふうに思いました。まあ、箱とか撃散になっちゃうと耐久も落ちちゃったりするんで、まあそういう意味では非常に優秀かなと思います。で、状態異常耐性 100% 増えるんですもんね。で、敵6名を2回攻撃。あ、このキャラはもう範囲攻撃なんですね。800% から 1600% の物理ダメージと、さらに自身筋力値の16倍から32倍のダメージと、最大攻撃、最大攻撃力の 100% から 200% のダメージが入ると。いや、面白いな。なんでこんなアタッカー性能高いんだ、このキャラクター。あー、そっか、白線だとダメージが倍になると。で、すべての攻撃後、4ターンの間味方6名を攻撃聖護にすると、これが筋力値の3倍分攻撃力ダメージをカットというふうなものになりますね。いやー、欲しいな普通に。ちょ、私タンクキャラ一切持ってないんで、優雅性の猛角まで持ってるんで、正直めちゃめちゃありですね。うん、いや、どうだろうな。孫権とどっちがいいって言われたら、多分孫権の方が強いんじゃないかなと思います。孫権は HP で殴っていくこともできるんでめちゃめちゃ強力なんですけど、このキャラどうだろう。言うてな、攻撃面は言うてだと思うんで、スキルに書いてあることは強いんですけど、そこもそんな育成するっていうところがあるんで、まあ、ただダメージカットも 75% と 87.5%、あったりするんで、まあ、このキャラクターが主に受ける攻撃は 87.5% ダメージカットが割と常時発動しているような感じかなというふうに思いますので、しかも 10% 以上ダメージ食らったら 10% 回復できるんで、めちゃめちゃ耐久は強いキャラですね。欲しいな。普通に欲しいな。どうしよう。ちょっと考えようかなと思います。正直かなり強いキャラクターだなというふうには思ったので、まあ、まあ、猛角の歴史だけ言っておくと、 UR の猛角が来た時は爆弾キャラクターとして結構みんな使ってました。で、 UR 戦になった時も結構みんな使っていたかなと思います。
まあ、なので、UR 線の網角までを昔からやっていた方は結構持ってるかなというふうに思いますので、MR の網角いっちゃっても、全く問題ないかなというふうに思います。ちょっと私もう一人もタンクキャラクターいなくて、最近ちょっとタンク、まあ尊敬持ちの方ですけど、タンク持ちの方にボコボコにされているんで、ちょっと取ろうか、まあちょっと考えようかなと思います。ちょっと今は前向きに検討しようかなっていうふうな感じですね。まあただ、暴走制御の MR 制御が来そうな感じはしているんで、まあ、さすがに、まあ、優先はそっちかなと思います。闘技場的な優先度はこっちの方が高いかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっとその辺も考えながらですね、撮るかどうか、まあ、また動画とかにしながら考えていこうかなと思います。これで今回の動画を以上にしようと思います。訪れてないかな、ちょっと心配です。まあ、これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。